なんだこのなんだこの変なコードは。あなたが運転手に道を教え始めたから、私の家に近づいてしまった。あの薬屋の角左に曲がると車もすぐ止まり、私は降りる。ルームライトにぼんやりあなたの横顔が見える。そのせいじゃなく疲れてるみたい。車はこのままずっと走り続けてはくれない。私の家に近づいてしまった。あの薬屋の角左に曲がると、車はスピード緩め、私は降りる。急がしさがすっかりあなたを疲れさせてしまい、もう話すことさえつらいんだなんて。あなたが私の手を軽く握ってくれる頃、私の家が近くなった。この薬屋の角何回曲がっただろう。車はもうすぐ止まり、私は降りる。ルームライトにぼんやりあなたの横顔が見える。もう送られることにも慣れてしまった。この歌には慣れてないわ。ねえ君、何を話してるの？だからさ、聞き取れないよ。ねえ君、ねえ君、何を話してるの？だからさ、取れないよ。もっと大きな声で、もっと大きな声で、眠けりゃ次の駅に止まったら、走り出すまでの咳払いとか結構大きい音で拾っちゃうんだよ。ねえ君、何を話してるの？だからさ、聞き取れないよ。もっと大きな声で、もっと大きな声で、でなけりゃ次の駅に止まったら、走り出すまでのあ
のわずかな静けさに話そうか。今赤坂見つけを過ぎたばかり、新宿まではまだまだだね。そう君とってもよかったの、今日の映画はとてももっとそばにおいで、もっとそばにおいで、車輪の悲鳴が何もかも粉々に立ち切ってしまう。もう穏やかな静けさに戻れない。今四ツ谷を通り過ぎたばかり、もううんざりするほど嫌だよ。なんかチリ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 ってあれなんか鳴ってる、セミなんだろう、ああいうのって。夏の虫が鳴いてる。ねえ君もう降りてしまおう、だからさ次の駅でさ、ここはどこの駅かな、ここはどこの駅かな、いいさ次の駅に止まったら何かを始めるように、そこから歩いてみよう、次で降りるよ、君ももちろん降りるんだろうね、でも君はそのまま行ってもいいよ。風がなチリチリ、民民なんだかよくわかんないけど、セミなんだろう。とろりとろとろ目が覚める、霧も晴れてた赤い屋根、チェックのカーテン越しにチェックの日差しが僕の足をくすぐる。だけど今でも気にかかる、君は突然出て旅で見つけた運動靴、履き慣れたあの白い靴つっかけて消えたまま、背中丸めて歩く旅、僕がうろつくこの街はなぜかパリに似ている。優しい女のため息なんか聞きたい、だけど今でも気にかかる、君はセーター肩にかけかかとつぶした運動靴、夏を歩いた白い靴、恋と一緒に消えたまま、洗いざらしのブルジン残って
ったお金があと少し気にするほどの悪いことないなら土曜日バラでも買って帰ろう。だけど今でも気にかかる君と映画を見た帰り、小雨に濡れた運動靴、赤いドアに脱ぎ捨てた、いつの間にやら消えたまま。くしくも金曜日じゃないか今のは金曜日の朝という歌。リードギターってさ、一個のミスタッチがもうガラガラに壊すよね。まあどの楽器も何でも、まあミスはミスなんだけど、こうリードギターって、あの拓郎が高中正義のことを褒めててあいつは全然ミスタッチがないと褒めてたけど、今のトゥンテ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 ン、ビートルズが教えてくれたのイントロ、これまあ高中弾いてたわけじゃないと思うけど、こういう今の1音が狂うととんでもないことになってさ、かっこつかなくなるじゃん。あのドラムとかベースは、うん、多少間違えてもごまかせると思うんだけどさ、リードギターのこのメロディーを、旋律を弾くのが指を押さえどころを間違えてえらいことになると思うんだけど、ほんと気を使うよなああいうと。
教えてくれた。くれるものはもらってしまえ、欲しいものはものにしたい。その代わり捨てるのも勝手さ、もらうも捨てるも勝手さ。ビートルズが教えてくれた、ビートルズが教えてくれた、ビートルズが。幸せになるのを批判する権利は誰にもない。みんな幸せになっていいんだ。人に迷惑さえかけなければね。ビートルズは教えてこの鳥は俺に迷惑かけてんのか主張してるのは、まあ、あいつにはあいつの幸せになる権利があるんだろうけど人が虫が幸せになるのを批判する権利は人にはない。みんな幸せになっていいんだ。人に迷惑さかけなければね。ビートルズが教えてくれた、ビートルズが教えてくれた、ビートルズが、ビートルズが教えてくれた、ビートルズが教えてくれた。ゆらゆらすらりと伸びた長い足、青い夏が駆けてゆく。僕は昼寝を口実に、泳げないの幸いに。女の子ってやっぱりいいな。裸の子ジャブジャブ、おちんちんさえ可愛くて、青い夏がはしゃいでる。君は夏みかん剥きながら、早く子供が欲しいな。わざと言ってため息一つ、裏盆へチラチラ灯籠流し水あかり、青い夏に祈りあり。いつか滅びるこの海が、肌をじりじり壊すので、今夜きっと寝つかれぬでしょう。過ごした日々が朽ちてゆく、青い
つに寂しさあり、僕は平凡な愛妻か、もう何も考えまい、愛することの煩わしささえ、ベローンって最後やって、最後の一弦がなんか指触れててミュートになっちゃって、ペロペロペロンってこういくはずが、最後の一弦をが弾けずにこういう終わっちゃった、ポンパーンまでいくはずだったのに、こういうしょうもないところでもミスタッチが、たかがリードギターでもないのにタクローはさ、そのシートで自分でヤマハのギターを弾いて、初期の頃、タクローのかなり初期の頃、そのシートで真夏の青春っていう、タイトルがついて、青春の歌とか恋の歌とか静かとか、兄ちゃんが赤くなったとか、歌ってたんだけど、それもう明らかに拓郎が自分で弾いてるなっていうのが分かるんだけどさ、そうするとミスタッチが結構あるんだよ、うん、その後スタジオミュージシャンで何だっけ、この間ど忘れしちゃった、また今回も忘れてるわ、何だっけ、ほらまあいいや、22歳の別れとかリンゴとか弾いたあの人ね、ああいう人が加わったりして、ライブでは直接タクローがステージで弾くんだけど、スタジオ録音ではそういう、ギタリストが弾いてたんだけど、初期の頃はそうギタリストバックバンドとかそうつけられなかった時は自分で弾いてたらしいんだけど、これもろにタクローがミスってるなと。でも一人でギター弾いてハーモニカ吹いて、録音してそのままそのシートではあるけど、売り物として出せてるんだから大したもんだなと。これも入ってたな、その中に、そのシートに。誰の目もない一人が好きさ、お酒と僕一人で泣いた、誰のせいかな、一人で泣いた涙と一人の部屋さ、誰もいないよ、一人の部屋さ、ベッドと僕一人で歌う、自分のために一人で歌う、歌と僕。
一人が好きさ、寂しがり屋さ、一人が好きさ、人混みの中。引き渡るのも相当ぶりだな。やっとアルバムの整理が終わったのでアルバムの整理が終わったって言うとなんかプロミュージシャンみたいだけど写真アルバムだけどアナログの写真のデジタル化みたいなあのことをずっとやっててやっと終わって何十冊もあるから相当疲れたよ。でやっと落ち着いてこうやって、弾き語りとかやろうかなって気分になってきたけど、きっと今日まだこの後もやると思う。